ちょっと音はちっちゃめで、さあ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 、練習後です。練習後の練習後です。まあちょっと雑談、雑談入っていいんですか。ダンスするときって何を心がけてますかね。ダンスするとき、はい、やっぱこう何事も瞬間瞬間が重なって人生というものができていると思うんですよ。だからそういった考えで言うと、その一瞬一瞬に込める思いの重さによってダンスの表現というものが僕は変わると思うんですよね。なのでそこを踊るときに意識しているので、ぶっちゃけ何も考えてないです。こんな感じでいいんですか。こんなゆるゆる YouTube チャンネルでいいんですかね。いや最近なんかチャンネル登録者数がですね、少しずつ伸びておりまして、ありがとうございます。皆さん今628人です。おお、なんか全然 YouTube 更新してない割に今ちょっとずつ増えてて、はい、私嬉しいんですけど。いや、めちゃくちゃいいと思うよ。1000人いったらもうちょっと YouTube したいと思います。1000人か。1000人は来年ぐらいには行くんじゃない今のペースで言ったら。1ヶ月に30人ぐらい増えてるから、まあ1日1人ペースぐらい。低いな。あ、行きますか。行きましょうか。これ多分この前に上がってる動画の続きです。10分後ぐらい、はい、で、僕今から何を踊るか全く知らないんですけど、ちょっと曲の紹介だけしていただいてもいいですか。どんな感じですか。簡単に言いますと、曲激しいですか。いや、まあ R&B 系かな。あ、はい。一旦ね、はい、一旦ね、まだちょっと僕も J-POP よくわかんないから、はい、僕はこれちなみに全部即興なので、はい、全く知りません、はい、知りません。やらせではなりません。なりません。ありません。ぶっつけ本番です。これあんま信じてもらえないんですよね。なんかいつもイベントの時とか即興ですとか言うんですけど、うん、本当は準備してきたんじゃないのって思われてるところが多々あるんですが、まあ、曲自体はね準備してきてるんですけど、うん、踊りは準備してないので、まあ、それをちょっと証明していただければ。まあいろんなジャンルやってもらえたと思います。はい、じゃあまず懐かしめの、はい、曲をちょっと僕個人的に見たいんで、この曲、はい、お願いしたいと思います。はい、じゃあいきます。はい、ちょっと最初流していただいて音量だけ調節しましょうか。はい、どうぞ。ちょっと待って、さあそのぐらいのことやったらいいよ。ちょっと聞きすぎですね。はい、ヒップホップ系よね、これね。これヒップホップ系よね、うん、クリス・ブラウンとか。クリス・ブラウンとかですよね。さすが。じゃあちょっと緩めにいきまするか、うん、最初ちょっとバチバチがいっぱい見たいけん、ね、バチバチでバチバチでもありながら緩めで緩めで、とりあえずじゃあ緩めでいきたいと思います。頑張ります。いいね、頑張ります。ちょっと緩すぎですね。ちょっと緩すぎですね。30人減りました。えい、めっちゃいい。
クリス・ブラウンですね。クリス・ブラウンですね。はい。いいですね。いいっすね。まあ、こんな感じで。あ、もう次いきますか。はい。早いですね。Just a rapper。一旦彼のリポートに出ていくんだね。こういう一面もあるんだってこと。そうね、出し行かないといけないんで。テラスハウスで、うん、どうぞ、まあ、ちょ恋愛感でね、恋愛感としてちょっとイントロが多分ダメで、ね、この PV も最初寝てます。あ、そうなの。うん、要はかっこ、おい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 、
Yeah.
してるのでよかったら遊びに来てみてください。ありがとうございます。ハルトがどこでした。ありがとうございます。 See you next time.